ちこんにちは。さあ、前回の補強はセリーグ編をお伝えしましたけれども、パ、リーグ編の補強いきましょうか、はいはい。セリーグは外国人多かったですけど、パ、リーグは日本人のね、まあ、行き来はね、激しかったね。なんかロッテと楽天で2つでいろんな行き来があったみたいな。なあ、本拠地変えたらみたいな感じの勢いだよね。これロッテ対楽天戦やったらわけわからない。わけわからない。もう紅白戦やってるみたいなもんね。そうそうそう、お互いに。そうなんですよ。まずロッテからいきますか。はい、まあ、ロッテは三馬投手であったりとか。ああ、やっぱこう日本人に注目するよね。そうですよね。まあ、福田選手、はい、はい、取りましたし、うん、あとはあの楽天からね、2選手来ますね。小野選手、西牧選手。まあそうだね、はい。まあ、言ってもやっぱ福田と三馬っていうのはやっぱ注目じゃないの。福田がレギュラーじゃなかったのをレギュラーで使うのかどうかっていうことも注目だし、はい、まあ三馬がどれだけね貢献するかというローテーションの中でね、その福田選手がその4年総額6億円で取ってるじゃないですか、だからやっぱ使わなきゃいけないっていう気持ちになっちゃうんですよ、球団も。そうすると、まあ、使わなきゃいけないような金額にはなってるけどさ、戦力としてやっぱり控えだなと思ったら控えになっちゃうんだよ。もうこれはしょうがないよね。そうですよね、いい選手、まあ、いますからね、ロッテにもたくさん。あとあのピッチャーで楽天、はい、前楽天のフランク・ハーマン投手取ったり、はい、あと元広島の J ・ジャクソン投手、これ年俸1億2000万円で取ってると、結構お金かけて、いや、でも、前楽天、はい、元広島とか、はい、やっぱり日本の野球を経験してるだけに、心強いよね。ですね、即戦的に。だから、その馴染む、環境が変わる。はい、そういうことに対応しなきゃいけないじゃない、人って。でもそういうことはもうあらかじめもうできてるということだよね、この2人 の、 あのハーマンとジャクソンは。そうですよね。だからすごくいい補強ができたよね、ロッテがね。ですよね、うん、これ今シーズンこの補強はまったらロッテ本当上位というか、いやー、ね、可能性あるよ、ね、だって去年でもあったわけだから、はい、だから十分対応できるような補強はしてるよね。そうですね、だから楽しみですよ。はい、はい、さあそして楽天なんですけれども、はい、涌井投手もびっくりしましたけれども。涌井ね、行きましたね。涌井行った、はい、酒井行った、はい、この ロッテから酒井っていうのは行ったけど、カエル投手なんだよ、はい、でタイプ的にはね、オリックスの山ほどよく似てて、はい、そのぐらいに俺は双璧だというふうに見てたぐらいのピッチャーだね。すごい、うん、だからいいピッチャー取ったなと思ってさ。そうですよね。あとあのパドレスから牧田投手、元西武見ました。牧田投手も来たから、これあんまり目立たなかったけどね、あの一番上が来たんだみたいな。そうそう、でもここで変則をね1名加えるというあたりが大きいですよ、これ。大きい。でここにだって例えば則本投手であったり、岸投手であったりとか、おそらく牧田は先発というよりも中に入れると思うよね。中で、うん、でもそこでワンクッションこう変則入れるっていうのは、はい、すごくバリエーションが生まれるんだよね。ですよね。これすごいですね、楽天。いや楽天もいったないと。まあそれと鈴木大地ね。そうですそうです。だから穴を結構埋めれたなという。まあ、鈴木大地が行くことによって、はい、いろんなポジションができるから、はい、だからなんかこう野手の穴を埋め、うん、で牧田はバリエーション、はい、で涌井にはもう一度かな、うん、で酒井が使えるということで、いや、いい補強してると思うよ。ですね。外国人は、はい、GM が石井でしょ、はい、石井がメジャーのつながりで、うん、いくらでも持ってこれるから、うん、いい選手を、はい、女王として持ってるし、うん、だからあえてこのオフは動かなかったけど、はい、なんかいい補強したね。しましたね。怖いね、楽天も。いや、楽天ロッテ、そうですね。そうね。でソフトバンクなんですけれども、はい、あのヤクルトからバレンティン選手取りましたね。今くすって笑いましたけど、あんまりいらないでしょ。バレンティンが入れば何もいらないでしょって。あ、もう他は、いや、ピッチャーはいるもん。まあソフトバンクそうですね、投げれない。他のチームだったらバンバン投げてるのが控えてるから。そうなんですよ。そりゃここにバレンティン、あの打線に加わるみたいな。やだなぁ。やだろ。いやです、ね、で DH があるしさ、はい、DH となんか
デスパイラと交互に使ってもいいし、うん、あそうですね、状態見ながらで、そうそうそう、余裕ありますね、ここは生まれると思うよですね。いやでもただその内川選手だったり松田選手がやっぱバレンティン選手が来ることによってやっぱり自分たちもさらに頑張らなきゃみたいな、まあそこがチームカラーだよね、うん、してたので、いいよね、競争意識が生まれてね、また活性化でね、ここまで強くなっていくんでしょう。そうだね、はいはい、さあ日本ハムなんですけれども、はい、ドリューバーヘイゲン投手前タイガースから年俸1億1000万円で取りましたね、うん、あんまりここのとこ当たってないんだよね、補強は、うん、で、ビアルウェーバーでしょ、巨人のビアルウェーバー、はい、なんクリスチャン・ビアルウェーバーね、はい、まあ、三塁手がいないということがあれば、はい、ビアルウェーバーは分かるんだけどね、うん、まあ、巨人ではそう大した成績も収めてないし、うん、パワーを求めるんだったらちょっと苦しいよね、札幌ドームだったらね、そうですよね、うん、ただ、ある程度守れて、はい、ある程度打ってくれればいいって思えばさ、うん、まあ悪くはないと思うけど、はい、なんか日本ハムの今年の成績からすると動きが少なかったなっていう印象だよね、うん、この2選手のみですもんね、どうなんだろうって思うけど、いろいろちょっと線が細くなってきてるんだよね、日本ハム、うん、全体的な、はい、ちょっと破壊力という意味ではさ、はい、ちょっと寂しい感じがするよね、うん、はい、そして西武ライオンズなんですけれども、はい、デトロイトタイガースのリード・ギャレット投手、はい、1年契約年俸5000万円で取りまして、はい、あとはやっぱりね、中日、まあ、古巣にというか、元ホームに戻ってくることになりますけど、はい、松坂大輔投手入りますし、はい、阪神にいた森越内野手も、はいはい、年俸750万円で。やっぱここはさ、ピッチャーだよ。ですよね。だから、まあ、松坂とかね、はい、いい刺激になればいいと思うけどね、うん、まあ、辻監督も話をしてたじゃない、はい、いくつ勝つとか勝たないとかいうよりも、その開幕に向けて投げれる状態を作ってくれたらいいと、うん、ね、まあ、そういう、こう、なんていうのかな、見本になるようなね、はい、まあ、そういう練習方法を取り組んでほしいし、まあ、頑張ってほしいなと思うけど、まあ、そんなには期待できないよ。まあ、そうですね、松坂に対してね、そこはっていうふうにおっしゃってましたし、だからショーン・ノリス、はい、ショーン・ノリ、ショーン・ノリ、はい、と、まあ、ギャレットだよね、この二投手ですね、うん、が、まあ、ニールみたいな、はい、去年のね、活躍ができればね、うん、すごく楽になるよね、そうですね、なんでだってね、そういえばもう打線が、まあそうだね、まあ、外野手も取って、あの内野手も取ってるね、取ってますね、そうですね、コーリー・スパンジェンバーグの内野手、1年契約年分8000万なので、うん、だからまあここら辺が、まあ、西武で山野辺っていうのがセカンドで、はい、挑戦すると思うけど、はい、まあ、ここら辺ができるようになれば、うん、新しい外国人が、うん、まあ、どの先を外野で使えるという、そしたら秋山の穴が埋まってくるというね、はい、うん、まあ、思惑で取ってるんだと思うけどね、はい、まあここはやっぱピッチャーだよね、そうですね、うん、そしてオリックスなんですけれども、はい、豊さんも注目していたアダム・ジョーンズ外野手、はい、来ますね、2年総額8億8000万、出来高2億2000万出しましたね、これ10億なの2年で すごくないですか、いやどうなんだろうね、楽しみだね、楽しみですね、あの WBC はアメリカ代表で2013年、2017年も代表になってますし、ゴールドグラブ賞、オールスターなどにも出てますし、いや、やっぱもう注目度はさ、はい、やっぱこうアダム・ジョーンズだよね、いや、そうですね、これは見る価値あるしね、見たいし、見たいですよね、ただどこまで真面目にやってくれるかだよね、真面目にやってくれるか、いや、もうさ、昔言っちゃいけないけど、観光気分で来てる外国人もいたからね、観光に、いや観光気分で、いやもう、いやこんなんやるんだろう、やればいいんだろうみたいな、適当に、でも今真面目だからね、みんな、あ、そうですよね、うん、まあこれはAJ は日本の野球になれる、はい、なれないの問題じゃなくてプライドの問題だよね、うん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 、俺は AJ だったというかね、それを前面に出して活躍してほしいと思うけどね、そうですね、それはもう吉田一人のチームになってきつつあるのに、はい、ここに AJ が加わって2人で引っ張る、うん、
でもう一人出てきて3人で引っ張るとかなってくると、オリックスのピッチャーいいだけにね、そうですよね、うん、チャンスはあるよね。あとやっぱファンとして見たいっていう方も、ね、多いでしょうし、球場に足を運んだりとか、これなんていうの、タイラー・ヒギンス、あ、これ投手か、はい、これは投手、そうですね、パドレスの 3A から来ますし、あとアルデリン・ロドリゲス内野手、パドレスも同じくパドレスの 3A から、この2選手も取ってますね、まあいい取り方だよね、同じパドレスっていうことは、はい、やっぱチームメイトがそのままこう日本に行くっていう、でも寂しい思いはしないよね、ホームシックならないですもんね、2人で、まあ、ホームシックになるかどうかは分からないけど、ただやっぱ友達関係が多分あれば、はい、すごくいいと思うよね。で、あれでしょ、1年契約、給料も一緒でしょ。あ、全く一緒ですね、7000万の出来高なの で年も一緒でしょ、28歳なんですか、本当かも、これ打ち間違いじゃないですもんね、ただあとは仲いいのか悪いのかちょっとわからないんですけど、でも一緒に飯食いに行ったら割り勘か、まあそっちだ、いや、給料が高い方が出すけどさ、普通、あ、これそうですね、2人とも一緒なんで、もうきっちりきっちり1円単位までお礼で出すよ、それ日本語じゃない、日本語じゃないだから日本語に慣れてもらわないと、お前英語で言えばいいじゃん、英語で割り勘でなんて言う、割り勘ってなんて言うんですか、なんだろうね、できるんじゃないの、日常会話で割り勘って外国で使えます、知らないよ、外国人じゃないの、あ、そうですよね、まあ、私も外国人じゃない、いや違う違う、お前外国人みたいだ、ペイするってことですよね、だからここはマイペイみたいな感じですか、ね、違う、それ割り勘じゃないですよ、私が割り勘って外国人割り勘するんですか、そもそもが、いや知らないよ私も知らないです、割り勘なんていうのか、まあ、調べてきたら、まあ、私が割り勘、ハーフ&ハーフでいいですよ、もうピザの、ね、あ、だから個人的に払うよっていうことを言うんでしょ、うんうん、アイペイじゃないですか、ああ、うん、それでいいよ、うんうん、はいはい、まあでも ここら辺ちょっと気になるんだね、飯食いに行ったからって割り勘かみたいな、ね、いや、マイペイだよ、うん、そう当たってるかも、うん、まあいいや、でもこの中でやっぱ注目は楽天のやっぱ補強だよね、楽天補強がうまくいくかどうか、はい、あとはソフトバンクのバレンティ、うん、あとまあロッテ、楽天ロッテと、まあまあもちろんそうだけど、うん、まあロッテもそうだね、そうですよ、はい、あとあの残りのハムと西武ライオンズ、そしてオリックスが、うん、そこにどうこうそうだな、うん、っていうシーズンになりそうですね、まあとにかく、はい、補強とか、うん、移籍だとか、うん、まあ、外国人とか、うん、まあ、盛り上げてほしいよね、そうですね、まあ、新たな顔がね、そうですね、まあ、AJ にもちょっとね、うん、会いに行きたいけどね、見たいですね、 AJ 出てくれんかな、ちょっとお前英語できるんだろ、じゃあ何とか、はい、そこはもう頑張ります、身振り手振りなり、いや割り勘だよって言ったらどうする、割り勘バカだね